はい、皆さんお疲れです。ドラゴンです。今回はですね、本日から、本日じゃねえや昨日から、ついに移行になりました、シリーズ2の選手を、狙ってですね、今回はミキサーの方を回していこうかなと思います。で、一応、S ランクの選手は、5人集めることはすでにできておりますので、その選手をですね、ぶち込んでシリーズ2のさらに、強力な選手たちをね、狙っていけたらと思っております。で、まずね、ちょっと契約書を、引いて、まあ、ゴルフ契約書あるんで、まあちょっと演出かどうか分かりませんけど、まあ、多分ミラクでしょうけど、聞いていきながらちょっと考えていくと思うんですけど、まあそれこそですね、千賀投手とかを、一応引くことができたんですよ。おー、すごい、ソフトバンクで。一応ね、このメンバーを見てみると、はい、僕全員引けてない状況です。まあ全員じゃねえや、高橋礼投手と中村晃選手は、引くことができました。で、僕が特に欲しいのはですね、千賀投手なんですね。千賀投手がですね、一応、僕の、シリーズ2のおすすめ選手で、堂々トップに輝いております。で、一応8球種あるんですよ。8球種ある上にこのステータスなんで、もうめちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強いです。で、千賀投手ももちろんなんですけども、あとは加山投手とか球威制球同値でですね、結構球種でも強力ですし、まあ、前回一つできたんでですね、加山投手を継承させていきたいっていうのもありますし、あとは栗原選手、今年ブレイクしました栗原選手も、狙っていきたいなと思っております。はい、広角打法ついてるめちゃくちゃ強いと優秀です。で、あとはバレンティ選手ね、来年復活してくれるでしょう。そこに期待して、引いていきたいと思っております。バレンティ選手復活してほしいですね。頑張ってほしいです。はい、という風な感じで狙っていきたい選手、まあ、石川選手もいるからね、めちゃくちゃ多いんで、今回はソフトバンクの方でね、自チームミキサーの方を回していけたらと思っております。はい、では、ミキサー回していきましょうかね。他の球団もね、めっちゃ強い選手結構多いと思うんだけど、はい、僕はソフトバンク。中村晃選手はね、せっかく引っ込んできたんで、ここでフォースさバカバカしい。はい、この5人でいきたいなと思います。はい、福田選手もうめちゃくちゃ強いと思うんだけど、まあ総力型ですからね、ちょっと僕は、ミートとパワーでちょっと集中してですね、コンボを組んでいけたらと思ってるので、まあちょっとここは放出といきたいなと思います。ひとまず中村選手と、高橋礼投手以外でお願いしたいと思います。じゃあ引いていきましょう。レディゴ。さあ頼むぜ、マジで頼む、本当にかぶり出て勘弁して、ほんまに頼むぜ、かぶりだけはやめてくれ、本当に頼む、かぶりだけはやめて、お願い頼む。おっしゃー、いやてかね、左バッターじゃないですか、中村選手かと思ってびっくりしたわ。最初中村選手かと思ったわ。よっしゃ、栗原選手来てくれました、ありがとうございます。いや嬉しいですね、これは嬉しいですね。もう野手を獲得できたのは本当に大きいです。いや本当に大きいです。いやよかった、これは幸先のいいスタートを切ることができました。まあエナジーもね697まで貯めれることができた、まあできてますし、まあ順調に来てるので、なんとかこのまま突っ走っていけたらと思ってます。でちょっとね、ホークスでまたちょっとオーダーを、一回組んでみましょうかね。はい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 、でちょっとオーダーメモで取ってますので、ホークス、ホークスと、はい、でちょっとこれで読み込みます。レディゴー。でちょっとこれじゃね、いつも違う、機械でホークスにすると、はい、で中村晃選手と
若い選手ここにいるわけで、うわちょっと待って、でもやっぱりね控えが足りんな、あと2人やね、あと3人か、ひとまずは、はい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 、あと3人ホークスの選手集めていけたら、まあバレンティ選手とかね、まあその辺も集めていけたらいいかなと思うけどね、はい、あと明石選手が S になったらとかね、そう考えると、強くなるかなと思うね、はい、あとはあこっちのピッチャーの方はですね、なんとかいけそうですね、これは入れ替えで加山投手をこちらに入れると、はい、やべ山本投手がおったやっけん、あと4人やね、うん、あと4人でまた再び純正もできますと、純正と準備球団できますという感じですね、はい、なので、これできたらね結構強いと思うから、しっかりとね育てて、また作っていこうと思います。まあ今より選手でねしっかりと組んで、まあ、周東選手とかね、まあ、出しちゃったからね、ちょっと12球団また作るために出しちゃったから、またね、ムカティン派を、そして、純正派を目指して頑張っていこうと思うので応援よろしくお願いします。はい、というような感じで今回の動画は終わりにしたいなと思います。チャンネル登録、高評価お待ちしておりますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。また。